はいどうも、今回は JavaScript ホワイルの使い方を分かりやすく簡単解説という内容をやっていきたいと思います。ホワイルといえば、JavaScript の繰り返し処理っていうやつですね。はい、何度も何度もこう条件が満たされる間は繰り返していきますよっていう処理なんですけども、こちらを今回はこのですね、まあ簡単なホワイルって何なの、書き方はどんなんなのっていうこととですね、あとはもう実際にコードを書きながらいろいろね説明していきたいなというふうに思います。ということでまずはですね、ホワイルって何っていうここですね、ホワイルの使い方を分かりやすく簡単解説、ホワイルとはというところから入っていきたいと思います。ホワイルっていうのはですね、さっきもちらっと言ったんですけども、繰り返し処理のことを言います。でその中でもですね、回数が決まってない繰り返し処理の時に使われるのがホワイル。逆にですね、回数が決まっている場合は for というですね、for 文っていうのをね使うというふうに覚えておいてください。こんな感じですね、回数が決まっている時は for、 回数が決まってない時は while というふうにね覚えると分かりやすいと思います。ね、まあ、英語でね、ホワイルっていうのは何々の間みたいな意味なんですけども、あの感じのイメージを想定してもらって大体 OK、 大体大丈夫です、ね。まあ、具体的に言うとですね、条件式っていうのがあるんですけども、この条件式が true、ね、true の間繰り返し処理を実行し続けるよと、で true が終わって false になった瞬間に処理が終了するよっていう風なものになっております。はい、まあ、書き方としてはこんな感じね、ホワイルがあって条件式が書いてあって、その後にこれを処理して、あれを処理して、これを処理してって実行実行実行っていう風になるという風になってます。ではね、もう早速ね書いていきたいなというふうに思います。ということで今回もビジュアルスタジオコードというエディターを使ってねやっていきたいと思います。まあ、index.html と main.js というねファイルがあるだけなんですけども、index.html はですね、ビジュアルスタジオコードだとびっくりマークエクスクラメーションマークを押して、バーンって出したものからですね、ランゲージをイングリッシュからジャパニーズに変えて、ここスクリプト src ということで、ここにmain.js、 このね JavaScript ファイルを読み込むよっていう記述だけを入れたっていう状態です。はい、で、JS のフォルダの中に main.js あるんですけども、中身は今のところからで、今から書いていきたいと思います。はい、でですね、まず、今までねちょこちょこねいろいろやってきた時に、変数を使う時、まあ、変数っていうのはコンストとレッドとバーっていうのがあって、主にコンスト、レッドっていうのを使っていくんですけども、通常まずねコンストって使うんですよ、ね。ただホワイルで条件式がこう回す場合にはですね、コンストよりもコンストだとエラーが出てしまうので、レッドっていうのを使います。ね、レッド i イコールの0、まあ、これまたやりますね、レッド i イコール0で、この下にホワイル文っていうのが入ってくるんですが、の i が10以下の時、ね、i が10よりも小さい時はコンソールログに i と表示させてくださいというふうな形で書いておきます。で、i++、はい、これで終了です。まあこれ i++ っていうのは後でこれも言いますけども、 i イコール i プラス1の略なんですよね、インクリメント演算子なんて言うんですけども、要は i に1を足して次に行く、だから i が0だったのが i が1になる、そしてまたここを通ると i が2になる、ここを通ると i が3になる、 i が4になる、これをずっと繰り返して i が、10よりもちっちゃい時、ね、はい、まで繰り返されて、それを超えると終わり、ループを抜けるってやつですね、このループを抜ける、はい、見てみたいと思います。これを見てみるとこんな感じ、ね、はい、0から始まってプラス1プラス1ってずっとされていって、プラス9、そして10になった時に処理が実行されずにループを抜けるっていう状態ですね、はい。でまずは一つずつ、ね、レッドを使ったんですけども、これがコンストだったらどうなるのか、はい、コンストってのはよいしょ、コンストだとエラーが起きます。はい、でこれですね、なんでエラーが起きるのかっていうと、コンストっていうのは最大入ができないんですよ。でコンスト i が0ってやってしまったら、その後コンスト i が1になったり2になったりすることができないということで、これじゃエラーが出ます。なのでレッドを使う。
レッドはね最大入ができるので、 i が0だったのがここで i がプラス1されて1になっても OK、 2になっても OK ということで、どんどん値が切り替わっていくことができる、はい、なのでレッドをね使っていきます。で今ちらっと出てきたんですけど、これね i プラプラってやつですね、はい、i プラスプラス、これは、これの略です。i イコール i プラス1、はい、i には i プラス1を代入しますよっていうのと同じ意味がこれで、こういうのをですねインクリメント演算子って言うんですよ。演算子、はい、インクリメント演算子とかね、インクリメント、はい、これね増加って意味なんですけど、はい、増えるための演算子ね、はい、っていう意味ですという言い方します。ちなみにですね、せっかくだからいろいろやっておくとですね、算術演算子っていうのがあります。でこれね、あのホワイルでめちゃくちゃ使うんですよ。なのでね、ぜひもう一度って感じですかね、はい、こうプラスってあるじゃないですか、これねプラス、はい、これ加算、まあ、ここはねマイナス、これ見にくいな、見にくいのでもうちょっとコメントでやっていきますね、はい、これマイナス、マイナスはですね、減算、はい、引き算ってことですね、はい、減算かな、はい、引き算ね、はい、でこれがね掛け算、はい、これ乗算って言いますね、乗算で、割り算、ちょっとこれ見にくいのでこうしておきます、はい、これ割り算ね、割り算のことね除算って言うんですよね、除算でパーセントが、割り算の余りね、余りなんですけども、割り算のした後の余りっていう風に思ってもらえるといいんじゃないかと、はい、でこれがですね、はい、アスタリスク2つ、要は掛け算2つで累乗ですね、累乗、はい、こんなやつ2の4乗とかあるじゃないですかね、3の3乗とかね、はい、こういうやつ、ね、右上になんか2とか3とかつくんですね、はい、みたいのって感じです。こういうやつのこと累乗って言うんですけど、こういうね算術演算子っていうのはねよく使いますね、はい、であとですね、まあ、代入演算子っていうのがあるんですけど、これ似たようなもんですね、代入演算子、まあ、イコールは代入ですよね、イコールは代入なので、レッド i イコール0とかね、これ代入、0を i に代入するよみたいな。でここにプラスイコールとかってあるんですよ、ね、これ加算して代入、これ言葉だけ聞くと難しいんですけど、こんな風な書き方します。 a のプラスイコール b みたいな、こんな書き方します。これどういう意味かっていうと、これはA イコール A プラス B みたいな、こういう意味です、はい、これと一緒ですね。 i プラスプラスは i イコール i プラス1と一緒で、 A イコール A プラス B という風な書き方で、プラスプラスとねプラスイコールは大体似たようなものだと、とりあえず今の段階で思ってていいんじゃないですかね、はい、でマイナスイコール、これね減算して、代入ということで、これは A からマイナスイコール B みたいな書き方します。これさっきと一緒です。 A イコール A 引く B という意味です。でこれがね似たようなのがいっぱいあるんですよ、さっきの流れで言うと、はいね、こんなやつね、乗算して代入ですね、いや掛け算して代入、ね、これは割り算して代入、割り算して代入で、あとは、はい、累乗して代入、こんな感じで、これ代入演算子って言って、まあこれをねちょっといじったやつみたいなねものがあったりします。でさっきのですよ、さっきの、はい、インクリメント演算子ねがあって、
今度はね、逆にこれもあります。マイナスマイナスってやつ。これはデクリメント演算子っていう風なね、言い方したりします。はい。インクリメントね。インクリメントの逆で、演算子。はい、この辺をね、着々とね、こう出てくるので、覚えていくことになるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、次に行きますね。次。コンティニューとブレイクっていうのをね、やっていきたいと思います。これね、ホワイルの基本的な書き方は、こういう風な書き方だってことをね、で、ここでずっとループするよ。条件が満たされている間、ループするよなんですけども、ここにちょっとね、アクセントをね、加えてあげることができるんですよ。コンティニューっていうね、アクセントとか、ブレイクっていうアクセントなんですけど、はい。これちょっとどんなものか見ていきます。コンティニューっていうのはね、スキップなんですよね、意味としては。はい、レッド i イコールの0って入ってたとして、ホワイルのカッコで i が一緒がいいかな、さっきと。10にしましょうか。はい、さっきと一緒にします、条件を。で、ここに、そうですね。はい。i++ にしようかな。はい。で、if かっこ i が3の時みたいなことを入れるわけですよ。i が3とイコールの時はコンティニューしてください。はい、で、コンソールの i を出しますよというふうにします。そうするとね、どうなるのかというと、これがこうなります。これさっきのやつね、この下、こっち 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ってなってるでしょ。3がコンティニューされて抜けちゃう、いなくなっちゃうってことですね。はい、いなくなっちゃうというふうになります。コンティニューっていうのはスキップしてねってことなので、ここで1個スキップさせるんですね。はい、3だけスキップしてね。で、同じ内容を今度はブレイクでやってみたいと思います。その前にここコンティニューはスキップって書いてみましょうかね。はい、コンティニューはスキップ。で、今度はコンティニューのところをブレイクに変えたいと思います。ブレイク、ブレイク。そうするとどうなるか。 1,2 で終わるんですよ。 1,2,3 に来たから終わり。これね、さっきのコンティニューは3は飛ばしただけなんですけども、ブレイクってのは3に来たら終わり、要は終了って意味なんですよ。終了ね。ブレイクは終了、強制終了みたいな感じで思ったらいいんじゃないですか。はい、強制終了させるぜみたいなね。はい、こんな感じの意味に思ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、これですね。まず基本的なホワイルの使い方から、ちょっとオプション的にね、はい、スキップさせたり強制終了させたりっていうやり方をやりました。で、次にね、do while っていうのをやりたいと思います。do while、 do while、はい、do while と while っていうのはね、微妙に違ってですね、まず while っていうのは何なのかっていうと、こう、条件を満たしている間はそこをループさせるようなんですけども、この実行前に条件を満たしているかを判断するんですよ。はい、ということは、一回も実行されないことがあると。というのが基本になってるんですよ。ね、条件が一切満たしてなかったら一回も実行されませんよっていうのがホワイル。これに対して do while っていうのは、処理の実行後ね、処理の実行後、実行後に判断するんです。ということはですね、ということは最低1回は実行されるっていうことになります。はい、
ね、これ見てみますね。これどういうことかって言ったらですね、どうしようかな、はい、これをねこうやってレッド、オフ、i イコール何にしよう、とりあえず0にしておきましょうか、はい、で do console.log の i で i++ でその後にホワイル i が10以下の時こうしましょう、はい、こんな感じ、はい、で、do while のすごいところはですね、これが10以下の時に繰り返しますよなんですけども、12だったとするじゃないですか、 i が。そしたら処理されないのが while なんですが、 do while だったら1回はねやってくれるんですよ。1回処理して、待てよこれ条件満たしてなくないって言って、あもうやんないみたいな、そんな感じの動きします。そんな感じの動きね。でこれがホワイルだったらこれができないんですよ、はい、一回もやらずにダメって言うんですよ、ね、一回もやらずにダメっていうのがホワイル でとりあえず一回やって、そこからちょっと待って待ってみたいな、これ条件満たしてる、いや満たしてない満たしてないみたいな、やるのが do ホワイルっていうことで、これね do ホワイルって言います。はい、で書き方がねちょっと違うんでね、逆になっちゃうんですよね。ホワイルが先に来て回るっていうよりもDo で条件式があって、Do で内容があって、While で条件式が後から書いてある。これがね、書き方がちょっとね、違うってところが注意点ですかね。はい。で、最後、無限ループっていうことについてやっていきたいと思います。無限ループ。無限ループは、一番初めに戻ってやりましょうか。一番初めにやったこれ、Let i に0を代入してて、While で、ループさせますよ。i が10よりも小さいときには、コンソールログで i を出して、出した後に i に1を足して、ね、10以下の時はずっと繰り返しますよ、はい、で10になったら抜けますよというやつですね、はい、なんですけども、ここに i++ がなかったとしたら、バーン、 i は0ですよ、ね、で i が10以下の時に繰り返し、10以下かな、まあ、いや10より小さい時に繰り返しますよ、ね、でこれはずーっとゼロが続くんですよ。ドワーって抜けれないんです、このループ。このループを抜けることができないよ。これがね無限ループって言います。で無限ループはずーっとコンピューターにね処理が行われてるんで、ずーっと負担がかかり続ける、ね、なので無限ループに注意、無限ループは起こさないということで注意してね書くようにしてもらえたらいいんじゃないかと思います。はい、無限ループは危険だみたいな感じですかね。はい。ということで今回はこの辺をねいろいろやっていきました。はい、まあちょっとまとめでね書いていくと、ホワイルって何なのかって言ったら繰り返し処理のことを言いますよ。そしてですね、回数が決まってない時に使う繰り返し処理ですよ、まあ、で回数が決まってる時は for を使うといいですよという風なね使い分けがあるということです。でホワイルでよく見る i++、 別に i じゃなくてもいいんですけどね、 a++ でもいいんですが、まあ、i を使うことが多いので i でやってます。あとはカウントプラスプラスとかね、とにかく変数にプラスプラスされるっていうことですね、はい、っていうこの i++ っていうのは i イコール i プラス1のことを逆語みたいな感じで書いてますよ。でこういうのをインクリメント演算子っていうふうに言いますと。でコンティニューというね、ホワイルの繰り返し処理の中で、処理をスキップするっていうね、途中スキップっていうね機能がコンティニューというのがあります。そしてブレイクっていうですね、途中強制終了みたいなね、はい、処理もあります、はい、でこの辺はねさらにこう複雑にね使い込んでいくと意味が分かってくると思うんですよ。今ね別にブレイクってさっきの例で見ても、うん、だったら初めから条件をそういう条件にしたらよくねぐらいで終わっちゃうんですけども、これねすごくいろいろやってくるとね分かってきます。はい、であとはね do while っていうのがありますね。do while と while っていうのは処理が1回も実行されない時がある while とですね、最低1回はどんな条件でも実行されるよっていう do while というね違いがありますと。最低1回は処理を実行したかったら do while を使う、ねまあ、通常 while をどんどん使ってて、あどうしてもこれ1回だけね処理したいんだけどこれができないんだよね、
どうしよっかな、あそうだ do while があったぐらいでね思い出してもらえるといいんじゃないかなと思います、はい、で最後無限ループにはまらないように注意ということで永久に処理が繰り返されてしまうという恐ろしいことが起きますので無限ループにはまらないように注意されてくださいということで今回ははい JavaScript ホワイルの使い方を分かりやすく簡単解説という内容をやっていきました、まあ、基礎的な内容になりますのでぜひこれをねどんどん応用させてってやばい応用させすぎて分かんなくなったと思ったらですねまた基礎に戻ってきてもらってああそうだったそうだったってこうしっかり基礎をね土台作りとしてねしっかりやってもらえればいいんじゃないかなと思いますということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしくださいありがとうございました、いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなと思います。また概要欄にも参考サイトや情報を載せていますのでこちらも併せてご覧ください。